よかった。私の知ってる牧野くんで。突然こんな話、信じられないと思うけど。会うならグランプリが終わってからにします。それじゃ遅いよ！お姉ちゃんがそれをどう思っているかを聞いてしまったら、何かが終わってしまう気がするんです。私も最初の動機はお金だったわ。でもそんな動機じゃ技術は向上しても、人の心を揺さぶることはできなかった。彼女のステージを見て気づいたの。これがアイドルの力なんだって。お姉ちゃん、きっと見てると思います。私のことも、リオさんのことも。アイドルって何なんでしょうね。難しい質問をするな。お姉ちゃんのことだから、本人が気にしてることじゃなく、きっと誰かのためなんだと思います。お姉ちゃんと話そうと思います。あのね、私のマネージャーになってくれないかな。大変なこともたくさんあるかもしれない。けど、マネージャーやってよかったって、あの時OKしてよかったって、そう思ってもらえるようにするから。